カリーマ・アップードはパレスチナ人のプロ写真家。20世紀前半、パレスチナで暮らしながら仕事をした。アラブ世界最初の女性写真家の一人。1893年、ベツレヘムの生まれ。6人兄弟の上から2番目。父親のサイード・アップードは教師をしていたが、世紀が変わるとき、父親はルーテル教会の牧師になり、50年その職を奉じた。 17歳の誕生日に父親からカメラを送られる。写真に興味を持ち出したのは1913年。最初に撮ったのは家族や友人、ベツレヘムの風景で、署名のある一番古い写真の日付は1919 19年10月。大学は大レバノンのベイルートアメリカン大学に進学し、アラビア語文学を専攻。この期間、バールベックに旅行し一席の写真を撮った。 自宅にスタジオを立ち上げ、女性や子供、結婚式などの観婚葬祭の写真を撮って稼ぐ。さらにハイファ、ナザレ、ベツレヘム、ティベリアのパブリックスペースの写真を多数撮る。1930年代にはすでにプロの写真家になっていて、ナザレではエムズ病院主任薬剤師をしていた、祖父、牧師をしていた父と共に、アップード家は地元の有名人だった。 地元ナザレの写真家、ファディル・サバがハイファーに移住し、結婚写真や肖像写真の依頼が彼女の写真スタジオに殺到した。彼女がこの時期に撮った作品にはアラビア語と英語でこうサインされている。1930年中頃には写真に手塗りで写真への着色も始めた。1940年、死去。彼女のポートフォリオにあったオリジナルのコピーは、 ナザレアーカイブプロジェクトのディレクター、アーメド・ムローエットによってコレクションされている。2006年、イスラエルの古美術品コレクターであるボキ・ボアズが、エルサレムの片門地区の空き家から400枚を超えるオリジナルのプリントを発見。その多くはサイン入りで、ムローエットは、ボアズからそれらを購入し、コレクションを増やした。2016年11月18日、グーグルは、 彼女の生誕123年の誕生日を Google Doodle で祝い、それはアラブ世界諸国に届いた。ありがとうございます。